経産省がまたとんでもないことをしました。経産省ってこんなのばっかり。経産省ってコロナ受給金をごまかして最初に逮捕されたの、経産省。経産省って電通とベタベタして利権を欲しいままにしている。経産省って国賊の安倍とつるんでいかがわしいマスクプロジェクトをやった。経産省ってずっと原発利権にへばりつき経団連企業を喜ばせている。経産省って再生エネルギー妨害し日本のエネルギーコストを増やした。経産省って原発で横暴を働き東芝を破綻させた。経産省ってクールジャパンというとんでもないプロジェクトで日本に損害を与えた。経産省って知識もないのに半導体にちょっかい出し日本の半導体を破壊した。経産省って何一つまともじゃない。経産省ってまともにやってるのはわいせつ、それはプロだ。